街の動物園は忙しい。大変だ、そりゃ大変だ。私もちょっと大変なのよ。あいつのハート追いかけて。夏の日差しは恋のリズムなのに、どうしてなの、一人じゃ踊れない。夏の動物園は忙しい。ゾウさん風邪ひき、鼻水のシャワーだぞ。クマさん徹夜で目にクマが。ヨガは危険だぞ。母ちゃん、どこかお体悪いの？違うわよ、お体の調子を良くするためにヨガをやってるの。ヨガ？まあ体操みたいなもんね。ああダメだ、体が硬くてこのポーズもできない。ダメ、これも無理。お体の柔らかくなるヨガすれば。そんなのはないの。おおうん、母ちゃん見て見て、私だってあんたぐらいの年には。しんちゃん足押してくれる。おい、もっと強く。ほら、ママだってやればできるのよ。しんちゃんは無理よ、まだ足が短いんだから。さてと、外れない。ダメだ、この格好じゃ腕に力が入んない。しんのすけに頼んで。ダメダメ、しんのすけが真実を知ってしまったら。俺の母ちゃんヨガやって体が元に戻らなくなったんだぞ。なにしんちゃん、いつまでその格好でいるの。もうちょっと、もうちょっとこのままの格好でいないとお体の調子が良くならないのよ。嘘、雨？しんのすけ、しんちゃん。おい、雨が降ってきたから洗濯物入れなきゃなんないんだけど。おーおー、やれば。でももうちょっとこの格好でいなきゃなんないの。おー、しんちゃん、ママのお願いね、洗濯物取り込んでちょうだい。おやつ奮発するから。やれやれ、お通夜で子供を釣るとは。いらないの。やります。ゆっくりよ、その下の段にかけて。うわあ、洗濯物全滅。いいわよいいわよ、おやつあげるわよ。母ちゃん、歌まま。次のご相談は女装マニアの主人を持つ奥様からです。楽しそう。バックエンジがあんなの見て何が面白いんだか。うまいんだなこれが。しんちゃん、なに。ママもジュース飲みたいな。飲めば。ほら、ママもう少しこの格好を。もうわがママだな。おい、しんちゃん。なに。ジュース飲ませて。もうわがままなんだから。すまないわね。63歳のお姑さんからのご相談です。うちのヨガは広い嫁で、私の家を
いればおー、母ちゃん汚いぞ。あんたのおかげよ。いやー、俺言ってんじゃないわよ。それよりタオル。おー、さあやめて。それどこにあったの。おトイレ。なんでわざわざそんなとこから持ってくんのよ。まあいろいろと。お風呂にかかっているタオルを持ってきなさい。母ちゃん注文多いぞ。しょうがないでしょう。体が元に戻んないんだから。少なからずあると思いますね。ちょっとあんた何すほんとだ。そんなことで何がわかんのよ。とにかくママの言うこと聞きなさい。じゃないとひどいわよ。おいのおい、やいやい、ケツで神さえこけるもんなら動いてみろ。